バート・アーロルゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す市である。この町は、1655年から1918年まで、バルイコール・ピルモント公領の宮廷所在地であり、その後プロイセン州に統合されて独立性を失う1929年までは、バルデック自由州の州都であった。現在の名前、バート・アーロルゼンの由来は、 1131年に設立されたかつてのアウグス地の女子修道会、アーロルデッセン修道院である。1974年にアーロルゼン市に合併した集落の中には、亡くなりつつある、低地ドイツ語に属すバルデック方言が一部で、話されている。バート・アーロルゼンの中心街、バート・アーロルゼンは、北ヘッセンの中びく山地地方の北辺。 ハッセルの西北西約4 5キロメートルのバルデッカーラントに位置している。この町はランガーバルト北部のバルデックの森の中、海抜2 8 6メートル付近に広がっている。中核地区は北のビッケ川と南のティーレ川との間に位置する。これらの川は町の傍らを南から東へ流れるアール川に注ぐ。アール川は ツビステ川の西側の支流であり、この町の東のほど近くに、ツビステ湖がある。南東のランダウシクを流れるバッター川は、地域の外れでツビステ川に合流する。工業化が遅れたバートアールゼン周辺の森林地域は、紅葉樹や、新葉樹が密生した、丘陵地である。それでも、農耕、落農、林業といった産業が行われている。 バートアーロルゼン付近の地域の気候は一年を通して極端な気温にはならず穏やかである。中びく山地の北部では時折北から北西の風が吹き大量の降雨をもたらすことがある。秋には霧が多く突然の寒波や冬の路面凍結が起こることがある。冬には早くから時折大量の雪が降ることがある。バート・アーロルゼンは北は ディーメルシタット、北東はフォルクマールゼン、南東はボルフハーゲン、南はバルデック、南西はツビステタール、西はディーメルゼー及びマルスベルクと境を接している。1974年に実施されたヘッセン州の地域再編に伴って、全部で12のそれまで独立した町村がアーロルゼン市に統合された。本市の宿市とその人口は以下の通り、 アーロルゼンの宮殿新城環球市街東部の多くの建物が保護文化財に指定されている。1999年以降この地域には様式法が適用され建造物のアンサンブルを守ることで景観が保存されている。町の景観にとって重要なのは東西に伸びる。全長約1600メートルの1670年に作られたグローセアレーである。 この並木道には6列に約880本の多くが植えられている。特に夏にはその木陰に多くの飲食の屋台が出店する。この通りは宮殿と1725年にはすでに解体されていたシャルロッテンタールの離宮との間の広く立派な連絡路であったと思われる。バロック様式の宮殿はバルデック及びピルモント港フリードリヒアントンにより、 建築家、ユリウス・ルートビヒ・ロートベルの手で三翼式の上官として1710年から建設され、1720年に未完のまま入居した。建設作業は、資金不足のために100年近くもかかり、1810年頃のフリードリヒ公の地制に完成した。特に重要なのは、イタリア人芸術家、カルロ・ルドビーコ・カステリの壁と、 アンドレア・ガラジーニによる素晴らしい漆喰装飾である。建築構造は、ベルサイユ宮殿を模倣している。新城館は、バルイコール・ピルモント港、カール・アウグスト・フリードリヒ夫人、クリスティーネの未亡人の家として建築家、フランツ・フリードリヒロートバイルによって1764年から1778年に建設された。内装は、ロココ様式で装飾されている。 上官公園は建物の完成後に造営された。公園は四角形で主にエキゾチックな針葉樹が植えられている。この公園は南側は大きなテラス状の果樹園、菜園につながっている。1785年のガイドブックはこの公園を格別な景観を持つ公爵の庭と記述している。この上官は1853年に ビルヘルム・ブラスの計画に基づいて建築家フランツ・クルツェによって古典主義建築に改築された。1970年の火災で内装は完全に消失した。同じ年に南側への増築を含む再建が始まった。この工事完了後、この館は1974年にホテルノイエス・シュロスとして開館した。 このホテルは1977年にドリントホテル社に貸し出され、著名なホテル専門家、ベルナー・フレーゲルがホテルディレクターとして就任した。彼は1982年までドリントホテルを成功に導いた。1998年からは新館と共にティンニトスクリニックとして利用されている。この街の起源は、1131年にゲーパフォン、行った後、 その三人の娘ルートルード、メヒトヒルト、ベルトによって、アウグスチの政務教商女子修道院アーロルデッセンが、設立されたことに遡る。この修道院は、現在もビールの製造を行っているホーフブラウハウス、の起源でもある。ルートルードの息子で、バルデック博家の過疎である、シュバーレンベルク博フォルクビー2世は1155年に、 この修道院の代官を受け負った。この施設は、バルデック博夫4世によって、グリュンベルクのアンソニー兄弟団に、譲渡されるまでの338年間、博家の所有であり続け、修道院の急速な発展をもたらした。宗教改革の時代、修道院は1526年に閉鎖され、フィリップ3世博の強い指導家で、バルデック博の宮廷に改築された。 この施設には、ルネサンス様式の翼頭が増築された。修道院のブルワリーは、白化のブルワリーとして引き継がれ、生産を続けた。1655年に出版されたマテウス・メリアンの同版画に描かれた、アーロル前30年戦争では、上官は1622年から防備を拡充した。1634年に工事は完了し、住人は、 襲撃や略奪から一層を守られるようになった。バル・アイゼンベルク博で後に孔となる、ゲオルク・フリードリヒは1668年に、休息のための上官、シャルロッテンタールを建設した。この城は1670年頃に造営された、グローセアレーの生誕にあたる。1677年に古い上官は改修され、博家のアイゼンベルク系一門はその宮廷を、ローデンから、 交流著しいアーロールゼンに移した。1706年にフリードリヒアントン・ウルリヒ博が君主となった後、宮殿の新築が計画され、1710年に着手された。この宮殿は、建築家ユリウスルートビヒロートバイルによるベルサイユ宮殿を模した近代的バロック建築の構想に基づいて建設された。内装はアンドレア・ガラジーニと、 ルドビーコ・カステッリによる。白河は1711年に改築工事が完了したシャルロッテンタール城をルイゼンタール城と改名した。同じ年にフリードリヒ・アントン・ウルリヒは帝国諸侯に昇格し、1717 17年に世襲の行為を得たことが交付された。この年にフリードリヒ・アントン・ウルリヒ公はノイシュタット・アーロルゼンに3軒の建物を建設した。 1719年に、ノイシュタット・アーロルゼンの創設に対する特権と、自由権が文書化された。その翌年に、宮殿はやっと公爵夫妻の入場を得たが、完成には、まだほど遠かった。1725年に、休息のための城ルイ・ゼンタールは取り壊された。フリードリヒアントン・ウルリ飛行は22年の統治の後、1728年に、逝去した。 同じ年、上級館長は、その所在地を、メンゲリングハウゼンから、宮廷所在地に移した。このまだ若い都市は、1731年に、3つの、市場を開く権利を獲得した。翌1732年、新たに設けられた墓地で、最初の葬儀が取り行われた。1735年に祖籍が据えられ、最初の教会建設が始まった。 この市教会が完成するまでには、その後52年を要し、1787年に、剣道された。それ以前の1770年に、プロテスタントルター派の教会組織はそれまでの、親組織から離れ、独立した組織となった。古典主義様式の建築家で、ベルリン建築派の創始者でもある、クリスティアン・ダニエル・ラウフは1777年に、アーロルゼンの、 ほっぺん方府で生まれた。皇妃、クリスティアーネの館、ノイエス・シューレは、1787年に完成し、市教会の建設もこの年に完了した。アーロルゼンは1803年に、さらなる市場会再建を授けられた。アウグスト市場は、自体と共に拡張され、現在の、クラームーント・フィーマルクトとなった。アーロルゼン市からは、 偉大な人物が他にも生まれている、ビルヘルム・カウルバッハは、画家として知られ、ミュンヘンのアカデミー学長を務めた。フリードリヒ・カウルバッハはやはり画家で、後に、ハノーファー工科大学の教授を務めた。バルイコール・ピルモント校、ゲオルク・ビクトルの接生となった閻魔、エンマのもと、1849年に、当時のドイツでは最も近代的な国家基本法が、 制定された。これにより4つの行政軍が設けられた。アーロルゼンは、広告全体の首都であると同時に、ツビステ軍の行政府所在地ともなった。いわゆる、テプファーハウスは、高下五領地の資金で購入され、バルデック広告で初めての病院とされた。この施設は1850年に事業を開始した。 高女園末バルデック・ウンとピルモントは1858年にアーロルゼンで生まれた。彼女は1879年にオランダ王妃となり、1890年には摂政となった。彼女の人気はオランダ人観光客がバートアーロルゼンに多く訪れる友人となっている。アウグスト・ビーヤは1861年にヘルゼンで生まれた。 彼はドイツで一流の医師であり、後にベルリンで教授を務めた人物である。彼は、脊椎麻酔の分野や、ホメオパシー療法の導入、ヘルメットの発明、体育学校の復興などの業績で知られている。コーヒエ、レーネは、1864年、ヘルゼンに12人の女児のための個人院を設立した。この個人院は、後の、ゾフィーエンハイムの由来となった。 バルベック地方の若いプロテスタントの女性が教育者として当てられた。さらに、周辺地域の年老いた病気の介護が必要な男性も、この施設に保護された。ベーテルの牧師フリードリヒフォン・ボーデルシュビングは、この施設を支援した。彼は、ゾフィー・エンハイムの拡充と、その看護師たちのための日用品を供給するための、活動を行う、社会奉仕団。 マチル・デケッターを設立した。1887年に、この施設は、ウォールデクシーズ・ダイアコニセンハウス・ソフィアンハイムと、改名した。その本館は、ヘレーネン通りのパウリーネン病院の隣に設けられた。1894年のアーロル・ゼン・バルデック校は、1868年のアクセッション条約によって、プロイセンに対する貢献の一部を創出した。 1871年、現在の市街中心部からも遠くないところに、最初のバルデック兵舎が完成したことで、アーロルゼンの軍事都市としての長い歴史が始まった。バルデック大隊は、9つの宿舎に駐屯し、それまでの周辺町村の宿舎は廃止された。この大隊は1681年から、組織されていた。この町の有名な住民に、医師で、 教授のルードルフ・クラップがいた。彼は、整形外科医として、その医療技術で死の発展に寄与した。この町の近代は、1890年5月1日に、皇帝ビルヘルム2世が訪問した際、隣町のヘルゼンに建設された駅がそのきっかけとなった。バールブルクを起点とする、この鉄道路線は1893年までに、コルバファまで延長された。 1899年に開催された皇帝の祖父にあたるビルヘルム一世の記念碑の完成式典の機会に皇帝は再びアーロルゼンを訪れた。バチルディスハイムはコーヒーバチルディスにちなんで名付けられたこの体に障害を持つ子供のための養育施設であり、1912年に完成した。第一次世界大戦終結と1918年の ドイツ帝国崩壊は、それまでのバルデック政府に対して、大きな影響を及ぼした。バルデック公、フリードリヒの家は、他の諸公家と同様にあらゆる官職と爵位を喪失し、バルデック公国は自由州となった。1871年から存在していた弊社は、閉鎖された。1921年11月30日の、住民投票で、ピルモント軍は分離され、 プロイセンとの条約によって、プロイセンのハノーファー州に帰属することとなり、ハーメルン軍と合併して、ハーメルニコールピルモント軍となった。5年後に、プロイセンがアクセッション条約を破棄したことで、バルデック地域では、ひどい財政難に陥った。バルデック自由州は、1929年に、プロイセンのヘッセンハーナウ州に編入されたことで、独立を喪失した。 1936年、アーロルゼンは、再び駐屯地となり、弊社は、増改築がなされた。ここは、その後、SA スポーツ学校、SS、司令官学校として利用され、第二次世界大戦終戦まで、ドイツ国防軍予備部隊の宿舎となった。ブーヘンバルと強制収容所、アーロルゼン文書1943年秋に、SS、 司令官学校の一部がダッハウからアーロルゼンの旧兵舎に移転するのに伴い、その解所直前の11月14日に、ブヘンバルト強制収容所から34人の収容者が、改築作業のために暗号名、アルトゥールのもと、アーロルゼンに送置された。さらにダッハウ強制収容所からも26人が送られてきた。1944年秋には、 合計123人の収容者が増築作業や召使い会として働いていた。彼らは主にドイツ、ベルギー、フランス、イタリア、ユーゴスラビア、リトアニア、ルクセンブルク、ポーランド、オランダ、ロシア、チェコスロバキア、ウクライナ、ハンガリーの主工業者であった。アメリカ軍がバルデック、カッセル地域に侵攻する直前の1945年3月29日。 SS による撤収が行われた。すべての収容者はブヘンバルと強制収容所に連行された。インターナショナルトレーシングサービスアーロルゼン氏は第二次世界大戦による損害をほとんど被らなかった。1945年3月末から4月初めのアメリカ軍侵攻の際も大規模な戦闘は行われなかった。連合国の管理下で1946年に アーロルゼンにインターナショナルトレーシングサービスが設けられた。これはナチスが権力掌握してから第二次世界大戦の時代の行方不明者、習慣者、拉致された人の経緯を明らかにするための施設である。1952年、アーロルゼンは3度駐屯地となった。QSS 弊社にベルギーのナトー軍が駐留した。その後数十年の間に、 ベルギーの多くの組織の民間交流が成立し、軍が撤退した後も活発な活動を行っている。上官公園のボーリングによって、1970年に地下水のミオが掘り当てられ、その水のミネラル濃度は、光線の肩書きが与えられるにふさわしいものであった。1974年のヘッセン州の地域再編により、広域自治体アーロルゼンが成立した。 ベルギー軍とそれに付随する民間人や家族を含めて12の宿全体の人口は約18,200人であった。メンゲリングハウゼンとの合併によりアーロルゼンは軍事都市として立場を強固なものとした。アーロルゼン氏の交戦の肩書きは1977年に承認された。1979年に ベッターブルク近郊のツビステタール関がその役目を終えた。この関の主な目的はツビステ川の北側と西側に位置する地域を洪水から守ることであった。しかし、現在ではこの関によって作られたツビステ湖の観光場の価値で知られている。1985年第1回のアーロルゼンバロック祝祭劇が開催されたことでこの町に 新たな伝統が生み出された。1990年には、宮殿近くのフィルストリヒエ・ライトバーンが、祝祭演劇場として完成した。メンゲリングハウゼン地区のドイツ連邦軍駐屯地の、改造が変化の予兆であった。対空ミサイル部隊の駐屯と、それまで駐屯していた、装甲陸上部隊の削減が完全な空軍基地への移行の始まりであった。 グローセアレーと樹木園との間の新情館に1992年にティンティウスクリーニークが設けられた。この病院は耳鳴りや内耳の平行感覚器官の疾患を治療しており、この分野では全国的に重要な施設である。それ以前、新情館はホテル営業を行っていた。1977年にはドリンと AG が獲得して、 同チェーン7巻目のホテルとして営業していた。そのホテルマネージャーには有名なホテルエキスパートのベルナー・フレーゲルが就任しており、このホテルは1982年まで成功裏に運営されていた。ベルギーのナトー軍撤退に伴い、ベルギー兵舎は1994年に閉鎖された。立地条件の良い中央に位置するその跡地の運用が問題となった。 メンゲリングハウゼンでは陸軍部隊がプリンツオイゲン兵舎を明け渡し、対空ミサイル部隊が2部隊配置され、約360人の兵士を要する純粋な空軍基地となった。1997年1月22日にこの町にバートの肩書きが与えられた。空き地となった旧ベルギー兵舎の技術部門後に2000年に近代的な娯楽、レクリエーションプール、 アロベラが作られた。ここには屋外プール、サウナ、付属健康センターがある。100メートルの長さのウォータースライダーも魅力の一つである。2002年に旧社棟にクリスティアン・ダニエル博物館が設けられたことで宮殿はもう一つの文化施設となった。約360人の空軍兵士が駐屯するようになったメンゲリングハウゼンのプリンツオイゲン兵舎の兵力は 組織改変によって約400人に増加することになった。弊社や軍事演習場に対する数百万ユーロを要する大規模な改修と近代化が2002年に開始され、空軍部隊のバート・アーロルゼンへの移転が準備された。2003年、バート・アーロルゼンで第43回ヘッセンの日が開催された。夏らしい気候に恵まれたことで約78万人が、 この街を訪れ、ヘッセン州の外にもこの街を広く知らしめた。しかしバートアーロルゼンにとっては、この開幕直前に発表された、メンゲリングハウゼン地区の連邦軍駐屯地閉鎖の予告が大きな打撃であった。新しい部隊の配備は停止され、編成や部隊及び基地管理部門の解消、移転がなされた。バート・アーロルゼンは2005年の夏に、 軍事都市の地位を喪失した。プリンツ・オイゲン兵舎は2005年12月に最終的に閉鎖され、全部隊は撤収あるいは解体された。バートアーロルゼン氏はその跡地を買い取った。2007年までにシュロス通りとバーンホーフ通りで大規模な道路工事が行われた。バートアーロルゼンの中心街は大型トラックの往来が禁止された。 境界広場の改造は2007年末に中心街に新たな姿を与えて完了した。また、2007年と2008年に旧パンツァー通りは南バイパスに改造され連邦道となった。同時にそれまで中心街を通っていた連邦道は市道に格下げされた。これにより大型トラックや通り抜けの通行量軽減が果たされた。2009年春に プリンツ・オイゲン兵舎の一部が取り壊された。ここには、環境破壊をしないバイオマス発電所が設けられた。その他の建物を、バート・アーロルゼン氏は企業向けに賃貸ししている。旧ベルギー兵舎跡地を示す記念碑この町が、特に重要なのは、軍の中屯地としての役割を果たしていたことによる。バート・アーロルゼン市長舎、バート・アーロルゼンの市議会は、 37議席からなる。2007年12月16日の市長、選挙決戦投票で、無所属候補のユルゲン・フォンデア・ホルストが選出された。彼の6年の任期は、2008年5月26日に、始まった。バートアーロル・ゼンやその周辺地域には、数多くのベルギー兵士が駐屯していた。この地域に比較的大きなベルギー人コミュニティがある。 美術ファンにはバート・アーロルゼン美術館が興味深い。これは市内合わせて5カ所の建物に分かれた美術コレクションである。マールスタルのクリスティアン・ダニエル・ラウフ美術館にはクリスティアン・ダニエル・ラウフの作品とともにベルリンの旧国立美術館からの対応された彫刻が展示されている。クリスティアン・ダニエル・ラウフの成果はこの芸術家の作品、道具。 生涯の記念の品に捧げられている。シュライバーシェスハウス。シュライバーシェスハウスは、19世紀の貴族画家、ビルヘルム・フォン・カウルバッハの絵画やグラフィック作品を展示している。ヨハン・フリードリヒ・バーレンティーンが形成した、祝祭ホールは、その木彫作品を含め、ヘッセンで最も優れたものの一つである。カウルバッハ帝歴史画家で、 イラストレーターのビルヘルム・ホン・カウルバッハの聖火である、カウルバッハ邸は、この町で最も古い建物の一つである。ここには、アーロルゼンの画家家族の絵画やグラフィック作品と、オリジナルの家具職人の作業場が展示されている。宮殿宮殿は、それ自身が、見学対象であるのに加え、芸術品の入れ替え展示を行っている。その他の美術館、 博物館年中行事特別行事、バート・アーロル・ゼンとその宿集落は森の豊かな丘陵地によって占められている。数多くの遊歩道や自転車道が整備されている。地域内をドイツ・オランダの観光街道であるオラニエルートが通っている。ツビステ湖、バート・アーロル・ゼンのすぐ近くにある重要なハイキング地が洪水調整地として作られたツビステ湖である。 ここには多くのレクリエーション施設がある。関の上流側、つび捨て湖に流れ込む川岸は、鳥類保護地域となっている。西岸には脱衣所、トイレ、売店を備えた水浴場があり、その近くにはゴルフ場やウォータースキーリフトがある。湖の周りには全長約7キロメートルの自転車道がある。西岸は水辺のプロムナードを通るが、 東岸は一部だけがアスファルト舗装されており森を抜ける短いがきつい上り坂を通って席に至るエーダー湖は市の南約 22km にありいくつものレクリエーション施設があるツビステ湖湖内の建物はカフェとして利用されているバートアーロルゼンはカッセルからコルバッハに至る鉄道の沿線に位置している 公共旅客交通の多くが北ヘッセン交通連盟のバス路線によってまかまわれている。この他にバス会社 BRS が市内を運行している。また市内ではデマンドバスも利用できる。この街は連邦道 B252 号線及び b 4 5五号線沿いに位置している。北に約キロメートル b 五十二号線経由で アウトバーンモーに接続する。修道、軍道を経由して、マールブルク、ディーメルゼー、フォルクマールゼン、バート・ビルドゥンゲンへ、連邦道を経由して、ディーメルシュタット、ボルフハーゲン、コルバッハへ行くことができる。かつて戦車用軍用道路として利用されていたハーゲン、通りを連邦道 B450 号線として、拡張整備したことで、 バートアーロールゼンは2008年末から南バイパスを有することとなった。これにより、市内の大型トラックの通行が大幅に減り、交通負荷の軽減に寄与している。この町には、数多くの小規模企業があるが、大口の雇用主は以下の通りである。旧ベルギー兵舎1994年のベルギー軍撤退後、 市の中心部に近い旧ベルギー弊社跡地は長らく利用されず、たまに大規模な行事の開催地として利用されるだけであった。一部保護文化財に指定された箇所を取り込む形で大きな公園施設を有するショッピングセンターが建設された。アウフ・デムハーゲン連邦道 B 四450号線沿いの旧プリンツ・オイゲン弊社跡地に2006年8月から工業。 産業パークが設けられた。現在、おがくずを利用する20メガワットの火力発電所が建設されており、2009年にはバイオガスによる出力2.5メガワットの発電が計画されている。この急変車跡の東端にはアスファルトの混合工場がある。メンゲリングホイザーフェルトコノバートアーロール全最大の産業地域は、 中核地区の南に位置するメンゲリングホイザーフェルトにある。この産業地域は連邦道 B252 号線に直接面している。インデン、シュレーペンコのバーとアーロルゼンで最も小さな産業地域は駅の近くのハグロ家具工場跡にある。ここには広告業、商業、手工業、工業系の企業があり、BAC シアターもある。 バート・アーロルゼンは、ヘッセン州の道路、交通局の所在地であり、バルデック・フランケンベルク軍の自動車登録事務所の、支所がある。バート・アーロルゼン区裁判所もこの町にある。行方不明者捜索機関1946年から、バート・アーロルゼンは、国際行方不明者捜索機関の本部所在地である。この機関は、1955年から、 赤十字国際委員会によって管理、運営されている。この機関の運営資金はドイツ連邦が負担している。サンダ・スタンディゼムと旧ドイツ強制収容所収容者の死亡記録作成のために身分登録法38に従ってサンダ・スタンディゼムとがバートアーロルゼンに設けられている。クリスティアン・ラウフ・シューレバートアーロルゼンには様々な種類の学校がある。 ゾフィー・エンハイム以下の青少年施設を、教会の財務局が運営している。クアヘッセンバルデックのプロテスタント教会は、数多くの教区、社会奉仕施設、幼稚園、教会クライス事務所を有している。バート・アーロルゼンには、1912年から障害者のための養護施設がある。この3つの部門からなる施設は、 コーヒーバチルディスにちなんでバチルディスハイムと名付けられた。この施設のグランドデザインは身体障害を持つ子供のためになされた。現在、バチルディスハイムは障害者のための学校、養護、保護センターに以下の施設を設立している。これらを合わせて全部で600人の障害者が養護され、教育され、援助されている。バーとアーロルゼン病院。 バート・アーロル・ゼンには多くの病院や専門クリニックがある。ありがとうございます。